高層コラムニストコウホリ・冬彦 NHK 連続テレビ小説「虎に翼が佳境に入った」脚本家の吉田絵里香氏36は最後まで物語を小さくまとめず見る側の熱狂は続いている写真東京目黒の高層マンションのベランダで草木をめでる三淵義子さん1982年6月三淵さんはこの2年後に亡くなった視聴率もずっと高い最終回までの数字は チムどんどん2022年度上期以降の5作品の中で最高となりそうどうして見る側を夢中にさせているのかこれまでの連続テレビ小説や民放の1時間ドラマとどこが違うのか考えてみたい放送たちも釘付けになった朝ドラまずこの作品はリーガルドラマである法廷を書く作品は国内外を問わず人気がある 法廷内には引きこもごもの人間模様が凝縮されているからだ。もっとも、放送たちに聞くと彼らは見ない、あまりにも事実とかけ離れている作品が多いためである。だが、虎に翼は例外だった、元最高裁判事の桜井隆子氏77や日弁連会長の淵上玲子氏70ら大物放送人たちも釘付けになっている。 真実味があるからだ、プロの放送も認めるのだから、一般の視聴者が面白くないはずがない。クライマックスの原爆裁判も誠に迫っていた。何しろ主人公のサダトラコ、伊藤さりら3人の裁判官が下した判決は実際のものとほぼ同じ。原爆投下は国際法から見て違法な戦闘行為、判決の一部。提訴は1955年で、 判決が1963年に出たところも一緒だった。このため、裁判が始まったのは98回で、判決が出たのは115回。長丁場となった。テンポを考えたら短縮するか集中させるだろうが、このドラマは真実味を重んじた。過去だけでなく現代社会にも突き刺さるトラコや米のセリフ。この裁判は学校ではほとんど教えない。ドラマで扱われたことも一度としてない。 そんな背景があるから関心を集めたのはうなずけるそうでなくても約33万人の市民が暮らしていた広島市と約27万人の市民が住んでいた長崎市への原爆投下に無関心でいられる人はいないはずだただし原爆裁判を取り上げるのには相当の覚悟がいったはず米国批判被爆者への補償を怠った国に対する批判は避けられないからだ 国内ドラマは国の批判をやりたがらない。